文久2年9月22日は、江戸時代後期の武士、直進影流藤川派の剣術家。通称ははじめは、法、八郎、後に、矢次郎右門に改める。意味名は、定金、後に、低に改める。正妻は、豪。沼田藩士で、直進影流藤川派の剣術家でもある、藤川地下則の次男として、江戸に生まれるが、父の、 金徳が若くして没したため、兄の藤川八八郎と共に、祖父、藤川金義の皇帝であった赤石軍事兵衛より、自家新加流剣術を学ぶ。23歳で、すでに藩に出資していた兄とは別に、沼田藩に35兵3人ぶで召し出された。兄の八八郎は、藤川門の三馬ガラスの一人に挙げられるほどの腕だったが、文政元年。 八八郎が病気のため隠居したので、聖才が家徳と流儀を継承した。剣術稽古のため諸役は免じられ百国十人ぶとなった。聖才は、剣は新嘆をおねって有事に備えるのが目的であり、試合の勝ち負けに意味はないと考えており、試合剣術や流し内を使用する風潮には批判的であった。このため、同じ時期新駆け流でも、 試合に適した形に改変を加えた、小谷信友とは、対照的に、精細は、自家新陰流の古州を牧手した。文久2年9月22日没。去年72、吉富寺に葬られる。弟子に、藤川健、酒井良介、高山峰三郎、小栗忠正などがいる。ありがとうございます。